東洋医学的な頭痛の考え方についてお話しします、えー、東洋医学的な頭痛の考え方は痛む場所によって、えー、それぞれの頭痛を分類します、えー、まず1つ目は、えー、頭の前頭部前側が痛い場合これは、えー、陽明頭痛と言いますで2つ目、えー、後頭部が痛い場合 これを太陽頭痛と言います。3つ目は頭のてっぺんあたりが痛い場合これを血印頭痛と言います4つ目は側頭部が痛い場合これを小葉頭痛と言います、えー、次回からはこれらそれぞれの効果的なツボについて説明したいと思います以上です